付き合っている彼氏の誕生日に、なぜか一致は捨てられてしまった。プレゼント用に編んでいたマフラーを抱えて落ち込んでいる一致。ショックを受けた一致は、公園で凍えていた少年にマフラーをあげることに。10年後、一致の前に意外な人物が現れ、衝撃の事実が発覚することに。その人物とは一体誰だったのだろうか？そして、その衝撃の事実とは？彼のために編んだマフラーを凍えた少年にあげた結果、10年後思いもよらない展開へ。私は27歳で、大手不動産会社に勤めている。今付き合っている彼氏も不動産会社に勤めていて、仕事関係の飲み会で知り合った。彼氏の会社はうちの会社と取引があるので、顔を合わせることもあり仲良くなっていった。それに彼氏とは同じ年ということもあって、話が合い、一緒にいてとても楽しかった。それから付き合うことになり、もうすぐ4年になる。そんな彼氏の誕生日に、手編みのマフラーをプレゼントすることにした。私は編み物をするのが趣味で、実家の猫にセーターを編んだりもしている。彼氏にあげるために編むのは初めてなので、喜んでくれればいいなという気持ちで編んでいた。このマフラーを彼氏がつけている姿を想像したら、にやけてしまうくらいだった。いよいよ彼氏の誕生日当日になった。少し高めのレストランを予約していて、デザートの時にマフラーを渡すつもりだ。食事も無事終わって、ドキドキしながらマフラーを彼氏に渡すと。もう別れよう。一致の編んだマフラーなんていらないよ。と彼氏は衝撃の一言を口にした。え？どうして？いきなり別れを告げられ、いろんな疑問がよぎり私の頭はパンク寸前だった。愕然としている私のことを置き去りにして、彼氏はそのまま去ってしまった。なんで私が捨てられたのか理由がわからないし、あまりにも想定外の出来事に唖然としていた。自分の誕生日に別れを切り出すって、どういう心境なのか謎だな。彼氏は別れたい理由を言わなかったんだよな。他に好きな人ができたとか？彼氏とはあまりうまくいってなかったの？彼氏とは喧嘩をしていたわけでもないし、むしろ仲良くしていたと思う。別れたいと思うような出来事なんて、一つも思いつかなかった。なんで別れたいと思ったんだろう。そう思いながら家まで歩いていた。なんとなくそのまま家に帰る気分じゃなかったので、公園のベンチで彼氏との思い出に浸っていた。このマフラーどうしよう。持っていても仕方ないし捨てようかな。そんなことを考えていたら、ふと少年が奥のベンチに座っているのが見えた。もう夜だというのに公園で何をしているんだろう？心配になったので近づいてみると、少年は寒くて凍えているようだった。これ彼のために作ったマフラーなんだけど、あげるからつけて。私はとっさにマフラーを少年に差し出していた。え、いいんですか？ありがとうございます。そう言いながら、少年はマフラーを首に巻いていた。なんでこんな時間に公園にいるの？私は不思議に思い少年に尋ねると。お母さんもお父さんも家にいなくて。そう言って寂しそうにしていた。両親がいないとはどういうことなのだろう。理由が気になったものの、それ以上のことは聞きづらかったので聞けなかった。少年はそのまま家に帰って行ったのだけど、大丈夫なのだろうか。心配しながらもどうすることもできず、私も家に帰った。それから彼氏とは連絡が取れなくなり、結局別れたい理由も聞けずに終わってしまった。あまりのショックにしばらくの間、落ち込んでいて何も手につかなかった。彼氏のことを思い出すと辛いので、あまり考えないようにしようと必死だった。そんな時に思いついたのがお菓子作りだ。昔からお菓子を作るのは好きだったんだけど、最近は仕事が忙しいのもあってしていなかった。好きな理由は、お菓子が美味しいのもあるけど、作っている時は無心になれるところがいい。お菓子作りをやろうと決めてからは、暇さえあればケーキやクッキーを焼いていた。クッキーを焼いている時は、彼氏のことを思い出さなくて済む。ただ、一人では食べきれないので職場の人にお裾分けしようと思い、会社に持って行った。ありがとう。急にお菓子作りなんて、どうしたの？と同僚が不思議そうに聞いてきたので、彼氏と別れたことを伝えるとかなり驚かれた。もう4年も付き合っていたので、驚かれても無理はない。別れてからは2週間ほど経っていたけど、やっぱり思い出すとまだ辛かった。同僚は私の表情を見て察してくれたのか、それ以上聞いてくることはなかった。その日の夜、帰り道で公園の前を通ると、またあの少年がいるのが見えた。その公園は私の家から近くて、公園の前を通っていつも家に帰っている。私が公園に入ると、その少年は私の方に駆け寄ってきた。この前はありがとうございました。ちゃんとお礼が言いたくて。と少年は前回会った時とは違って、元気そうにハキハキ話していた。気にしなくて大丈夫だよ。と私は言いながら、職場の人にあげたクッキーが余っているのを思い出したので少年にあげた。
手作りのお菓子を食べたのは初めて。と言って、喜んでくれていたので私も嬉しかった。こんな時間に出歩いたら危ないよ。と優しく注意すると、家が近くだから大丈夫と言って帰っていった。その日以来あの少年は見かけていないけど、夜公園にいるなんて危ないのでその方が安心だ。それから元彼のことを考えることは、だんだんなくなってきていた。元彼と別れてから1ヶ月くらい経った時に、ある衝撃の事実が発覚した。元彼の会社の女性社員と仕事のことで話していた時のことだ。その案件の担当者は元彼らしく、今後は何かあったら元彼に連絡してほしいと言われた。市場を挟んではいけないと思ったけど、つい複雑な表情をしていたら、どうかしましたか？その女性は不思議に思ったのかそう聞いてきた。その方と4年付き合っていたんですけど、最近別れたので話すのが気まずいなと思ったので、仕事なのでもちろんやりますよ。と私が言うと、え？その女性はかなり驚いているようで、何か言いたげな様子だった。私はなんとなく嫌な予感がしたので、元彼について知っていることを教えてほしいと言うと、その女性は言いづらそうにしながらも元彼のことを教えてくれた。元彼は10年くらい付き合っている彼女がいて、なんと最近結婚したばかりなのだそうだ。10年付き合っている？それに最近結婚ってどういうこと？いろんな疑問が頭の中をぐるぐるしていた。やばいやん。二股ってことだよな。しかも一致が浮気相手？今まで怪しいこととかなかったの？10年も付き合ってるとか衝撃なんだが。言いづらいけど、一致は遊びだったんだな。結婚が決まって一致を捨てたのか？その女性の話を詳しく聞いてみると、元彼が結婚したのはちょうど別れたくらいの時期だった。まさか、私が浮気相手だったなんて、なんで今まで気がつかなかったんだろう。元彼と会うのは週に2、3回程度。お互い一人暮らしだったので会わない日もあった。それに、元彼は他人をあまり家に入れたくないらしく、数えるほどしか家に行ったことがなかった。今思えば不審な点は多々あったのかもしれない。私は束縛するようなタイプではないし、仕事が忙しいのもあって全く気にしていなかった。他に好きな女の子ができたならまだしも、もともと彼女がいたなんて信じられない。それに、元彼と付き合っていた4年間は無駄だったと思うと、やるせない気持ちになった。どうして彼女がいるにもかかわらず、私と付き合おうなんて思ったのだろう。その女性は元彼の結婚相手の SNS や結婚式の時の写真を見せてくれた。そこに写っていたのは、紛れもなく元彼の姿だった。いざ、元彼が他の女性と写っている写真を見ていると耐えられなかった。もうその写真を見た瞬間から、元彼への愛情は一切なくなってしまった。もうあんな男のことは忘れよう。そう心の底から思った。それから2週間くらい経った時に、例の仕事の件で元彼が会社に来ることになっていた。私が対応しないといけなかったので、いやいやながらも仕事だと言い聞かせていた。久しぶり。元気にしてた？と元彼はのんきに言ってくるので、その様子を見て怒りがこみ上げてきた。私は浮気相手だったんだよね。今までずっと嘘をついていたんだね。つい私は我慢ができなくて、元彼に少し強い口調で言ってしまった。あ、知ってるんだね。もともと一致は遊びのつもりだったし、一致の方も本気じゃないでしょ？と元彼はお互い遊びだと思っていたのか、そんなことを言ってきたのだ。本気じゃないはずがないし、そんなことに割く時間は私にはない。私のことをバカにしているとしか思えなかった。どこまで身勝手な人なのだろうか。もうこの人と話していても無駄だろう。そう感じたので、それ以上のことはもう言わなかったし聞かなかった。私の4年間を返してくれと言いたい気持ちを必死で耐えた。それから、私は課長に昇進が決まったり、仕事が忙しかったのもあって元彼のことなんて忘れていた。もうあれから10年が経ってしまった。元彼と別れてからは、当分恋愛なんてゴリゴリで独身生活を謳歌していた。そんな私もそろそろ30代後半に差し掛かり、将来のことも考えていかないといけない。私は元彼と別れた日から、何か考え事をするときはあの公園に行くようになった。ある日、仕事のことでモヤモヤしていて、仕事帰りに公園のベンチで物思いにふけっていたときに。あの、すみません。突然若い男性から声をかけられて、夜だったし驚いてかなり焦った。どうしてこんなところで考え事なんてしてたのだろう？早く帰ればよかった。そんなことを考えながら、この男性からどうやって逃げようか悩んでいた。走って追いかけられたら、若い男性だし確実に逃げきれないはずだ。よく見るとスーツを着ていて短髪で清潔感がある。何か勧誘でもされるのだろうか？10年前に僕にマフラーをくれましたよね。その男性は突然そう言ったのだ。マフラーとは何のことだろう？
一瞬その男性が何を言っているのか理解できなかった。このマフラーです。この公園で僕にくれたマフラーですよ。そう言って、つけていたマフラーを指さした。どうして気がつかなかったのだろう。マフラーを見た瞬間に、元彼のために編んだマフラーを少年に渡した記憶が鮮明に蘇ってきた。あの時の男の子？こんなに大人になっちゃって。10年前にこの公園で震えていた少年が、今は立派になってこんなに成長したのか。まるで久しぶりに親戚の子供にでも会ったような不思議な気分になっていた。あの日は、僕の誕生日だったんです。それなのに家で一人でいたら寂しくなってきて。家を飛び出してみたものの行く当てもないし、たまたまこの公園に着いたんですよ。うちの両親はいつも仕事が遅くて、寂しい思いをしていたんです。そう言って、当時の状況を教えてくれた。そんな時にあなたからマフラーをもらいました。僕にとっては最高の誕生日プレゼントでしたよ。本当に嬉しくて今でもこうして大事に持っています。ありがとうございました。まさか誕生日だったなんて知らなかった。何も知らずに元彼用のマフラーをあげてしまったなんて。喜んでもらえたならよかったよ。また会えるとは思ってなかったからびっくりしたよ。それに、寂しい思いをしてたなんて知らなかった。大丈夫だったの？私はそのまま家に帰してよかったのかと、少し後悔していた。あの時に、もっと話を聞いてあげればよかった。あれから家で両親の帰りを待っていたけど、なかなか帰ってこなかったんです。だけどマフラーをもらったおかげで心が満たされたのと、なんか勇気をもらった気がしました。周りの友人は家に親がいて、当たり前のことだけど僕にとっては憧れでした。そんな家族になりたいって勇気を出して両親に言ってみたんです。とあの少年は語り出した。それから、両親が早く家に帰ってくるようになって、家族団らんで過ごすことが増えていったらしい。2回目に会った時にそのことを伝えようとしたけど、どう説明していいかわからず、言えなかったそうだ。それからは夜に外出することはなくなり、公園に来ることもなかったのだろう。今もまだこの家の近くに住んでいて、公園の前を通る時に私がいないか気にしていたそうだ。あのマフラーのおかげです。そう言って、当時と同じようなキラキラした目をしていた。そんな風に言ってもらえて嬉しいよ。私はあの日彼氏に捨てられちゃったのよ。彼氏も誕生日で手編みのマフラーをプレゼントしようと思ってたんだけどね。ショックでこの公園に来たらあなたがいて、そのマフラーをあげたのよ。彼氏のために編んだものをあげてしまってごめんね。私は申し訳なくなりそう言うと。理由はどうであれ僕は嬉しかったです。あなたみたいな優しい女性を捨てるなんて。そう言ってくれた。もともと付き合う前から彼女がいたみたいで、今はこんな感じで結婚して幸せそうにしているし、もう10年も経つから気にしてないよ。私はそう言いながら、無意識に元彼の嫁が投稿している SNS で写真を見せた。え？その瞬間、彼の表情が曇った。最低な人間ですね。信じられないですよ。僕に任せてください。突然彼はそう言ってきた。任せてくださいとはどういうことなのだろう？連絡先を教えておいてほしいと言われたので、たまたま持っていた名刺を渡した。会社用の携帯電話番号しか書いていないけど、名前も載っているし名刺でいいだろうと思った。名刺を見ながら、後日連絡しますと言い残して彼は言ってしまった。え？どういう展開？任せてくださいって意味深だな。10年前にもらったマフラーをつけてるなんて、そのマフラーがよっぽど嬉しかったんだろうね。あれから、たまに公園の前を通るけど、彼の姿を見かけることはないし連絡もなかった。任せてくださいと言われたことが引っかかっていたけど、気にしないことにした。それから2週間くらい経った時のことだ。突然会社に元彼が訪ねてきて、なぜかとても怒った様子で発狂していた。お前のせいで何もかも失った。どうしてくれるんだよ。なんとかしてくれよ。と意味不明なことを言っていた。元彼はたまに仕事上見かけることはあったけど、あえて話をすることはなかった。それに元彼とは、あれから連絡を取っていなかった。私のせいで何もかも失ったとは一体どういうことなのだろうか？元彼の話では、数十件マンションを保有しているこの地域では有名な大家さんから、元彼の会社とはもう取引をしないと言われたらしく、私と別れたことが関係していると言われたらしい。全く意味がわからなかった。私たちの関係と取引は関係ない。そんな話をしている時に、公園で会った彼が目の前に現れたのだ。お前どういうつもりなんだよ。嫁と別れてこいつと結婚すればいいのか？と元彼が突然彼に向かって怒鳴っていた。そういう問題ではないでしょう。お伝えした通り今後取引はしませんので。と彼が言っていた。彼の父親がその大家さんだったらしく、最近病気で父親を亡くし会社を引き継いだそうだ。
あなたは散々イッチさんを傷つけましたよね。そんな人間と取引なんてするつもりはありません。と彼は続けて言った。あの任せてという言葉の意味がやっとわかった。元彼はもう何も言い返せないようで、そのまま会社から出て行ってしまった。とても落胆している様子で、見ていて清々しい気持ちになったくらいだ。やりすぎましたかね。でも全部イッチさんのためです。イッチさんと出会うまでは両親とは話もろくにしないし憎んでいました。そのまま大人になってしまっていたら、会社を引き継ぐこともなかったはずです。あの時イッチさんが両親に話す勇気をくれたおかげで、今があるんです。と彼はまっすぐ私の目を見ていった。まさか、あの時の少年が大家さんだなんて信じられなかったので衝撃だった。正直、元彼に捨てられたことは考えないようにして今までやり過ごしてきていた。思い出すと今でも少し辛かったのだけど、その気持ちが一気に引いていったのを感じた。それから、元彼とは会うことはなかったんだけど、元彼に関するある噂を耳にした。今回の取引停止の件は、元彼の会社にとってはかなりの痛手になった。元彼はあまり仕事ができるタイプではなかったようで、ついに愛想を尽かされてしまいクビになったらしい。それに、私と4年間も浮気していたことが嫁にバレたらしく、嫁にも愛想を尽かされたそうだ。過去のことではあるけど、もう信用できないと嫁から離婚を突きつけられた。詳しい金額は知らないけれど、かなり多額の慰謝料を請求されているみたいだ。子供が2人いて養育費も払わないといけないし、かなり元彼の生活は苦しいだろう。元彼は嫁に家から追い出され、親からは勘当され、今は同僚の家を転々としているらしい。そんなことをしているので、会社でも噂が広まり、私の耳にも入ったのだ。元彼の嫁の SNS は、もともと500枚くらい写真が投稿されていた。その写真は全て削除されていて、元彼への思いはなくなったんだろうと感じた。元彼は全て失ってしまったと知って、複雑ではあるけどかわいそうだと思う気持ちはなかった。苦しい生活をすることで、他人を傷つけた代償は大きいと気づいてほしい。そんな気持ちもあるけど、元彼の人生がどうなろうとも私には関係ない。そして、私の人生に二度と関わってほしくないと願っている。あれから私は、あの公園で出会った彼から連絡があり、彼の会社に転職することになった。その理由は、彼が新事業を始めるそうで、近くにスイーツのお店をオープンするらしい。そのパティシエとして働いてくれないかと彼から提案されたのだ。私が作ったクッキーが美味しくて、それを覚えてくれていたらしい。あの時のクッキーの味が忘れられなくて。そう言ってくれた。職場の人にあげようと思って作ったものだったので、かなり手の込んだクッキーだったのだ。あのクッキーを作ってよかった。と心の中で叫んでいた。私はもともとパティシエになりたくて、専門学校に行ったが両親に反対され夢を諦めた。その夢が叶うことが嬉しかったし、彼のために恩返しがしたいと思っている。私はもうすぐ40代になろうとしているけど、このまま独身でもいいと思っている。彼氏ができて結婚することが幸せだとは、今までの経験上思えないからだ。ただ、今後素敵な男性が現れて、一生を共にしたいと思える日が来たら、結婚をしてもいいかな、とは思っている。心のどこかでは、そんな男性が現れてほしい。それまでは、存分に独身生活を楽しもうと決めている。公園の少年はそんな出世していたのか。世の中何が起こるかわからないよな。これからは公園にいる人にお菓子あげようかな。将来助けてくれることを祈りながら。元彼マジでざまあ。自業自得だけど、嫁にも捨てられたとかやばいな。今回は、彼氏の誕生日に捨てられたイッチが、救世主の登場により元彼に復讐を果たすお話でした。パートナーを傷つけたり騙したりすると、いつか必ず自分に返ってきます。その結果、信用を失ってしまい、家族や仕事や財産など、すべてを失う可能性があります。皆さんがそんな人に傷つけられることがないよう、心から願っています。こんな人が皆さんの周りにいたら、どうしますか？コメントにて教えてくださいね。それでは今回はご視聴ありがとうございました。ちなみに、むやみに公園で見知らぬ人に声をかけると、最悪の場合犯罪や事件に発展する可能性もありますので、知らない人に声をかけるのは注意してくださいね。